こんにちは、うりさんです。 TBS 系列で毎週火曜夜10時から放送されるドラマ、聞かざる声には理由があって第1話、振り返り感想動画です。突然ですがお知らせです。ルームクリップ内のオフィシャルアカウント TBS タドラマにて、聞かざる声のドラマ内で真柴と俊が住むシェアハウスの写真が紹介されていました。私も全部見たんですけれども、どれもみんな素晴らしくておしゃれなお部屋でした。真柴くるみが着用するアイテムがドラマの終了後に楽天ファッションの特設ページから購入することができます。こちらはすでに在庫切れとなっているアイテムが多かったんですけれども、色違いならまだありそうです。1話ごとに更新されているようなので、チェックしてみてはいかがでしょうか。ルームクリップと楽天ファッションの URL は説明欄に貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。本題に入る前にキャストについてなんですけれども、前の動画で詳しく説明しているので、そちらをご覧になっていただけるとありがたいです。インテリアもファッションもお料理もみんなキラキラしていて、まさに4月ドラマにぴったりでしたね。くるみのインフルエンサーぶりがすごかったです。出会い方はバスの中という平凡なものでした。そしてシュンはよく喋る男だったと思います。くるみの葉山社長への思いがすごく描かれていたのに、1話の中で一気に失恋まで持っていったというストーリーが面白かったです。葉山はくるみに何て言ったんでしょうか。そして役員たちとの間に何があったのでしょうか。ありきたりなことじゃない展開に期待します。個人事業主にこだわっている。以前はどこかの厨房で働いていて、何かあったのでしょうか。無駄な社交はしない。何もかも切り捨ててなかったことにしようと思っている過去とは何なのか。くるみは変わっていくと思いますが、シュンはくるみと出会ったことで何が変わるのでしょうか。 LR クイリスの意味がすぐに虹って分かったり、オルデンシア1と書かれたキーホルダーを持っていたので、スペインで修行でもしていたのかもしれませんね。なぜシュンがミニマリストになったのかも今後描かれていきそうです。ルームシェアにした理由。50になってもう一人でいいやって思ってるけど、ずっと一人は無理かもしれない。だからこの家がみんなの家になったらって、好きな時好きなように好きな誰かと暮らす、そんな日が来てもいいなと思ったから。ローテストへ語学留学っていうのもおしゃれですね。愛犬の名前は塩麹の麹、可愛かったです。そしてコーコの作ったセレモニーのケータリング、コーコの七色七彩、美味しそうでした。どうやらくるみはマニキュアをやめることにしたみたいですね。次回そんなくるみの SNS が停止になってしまうようです。そしてなぜか4人でお花見に。第2話は4月27日火曜夜10時放送です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者数を900人として頑張ってますので、応援よろしくお願いします。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイバーイ。